東京メトロ東西線。東西線は、東京都中野区の中野駅と千葉県船橋市の西船橋駅を結ぶ、東京地下鉄、東京メトロが運営する、鉄道路線。鉄道要欄における名称は5号線東西線である。路線名の由来は、東京を東西に横断する意味から、車体及び、路線図や乗り換え案内で使用される、ラインカラーは、スカイブルー。 零零 R7 デシベル、水色、路線記号は T。名称の通り、東京都心部を東西に貫く路線である。路線はその西端の中野から、東京都心部を横断し、さらに東方向へ進み、加西浦安間で渡る旧江戸川島の、浦安西船橋間は、千葉県内となる。帝都高速度交通営団、現、東京地下鉄、株式会社では、 初めての東京都外、そして東京23区以外への路線となった。後に東京メトロ有楽町線、福都新線も埼玉県内に路線が伸びたが、有楽町線、福都新線唯一の都外、23区外の駅である、埼玉県南端の和光市駅は、東武鉄道東上線の管理駅であるため、都外、23区外に、東京地下鉄管理駅を持つのは、東西線が唯一である。 東京メトロ、都営地下鉄を合わせた、東京の地下鉄の路線は、東西線も含め13路線があり、そのうち東京23区外に路線が伸びているのは、東西線のほか前述した、有楽町線、福都新線と、都営地下鉄新宿線があるが、都外、23区外にある駅は、有楽町線、福都新線は、和光市駅、都営地下鉄新宿線は、本八万駅のみであり全車は、 東武東上線、後者は、総武線、各駅停車と、京成本線との乗り換え駅であるため、都外23区外に、複数の駅や乗り換え路線がない単独駅があるのは、東京の地下鉄全路線で、東西線が唯一である。西側で、東日本旅客鉄道、JR 東日本の中央線、各駅停車、三鷹まで、東側では、朝夕ラッシュ時には、 JR 東日本の総武線、各駅停車、津田沼まで、及び、東洋高速鉄道の東洋高速線と終日、直通運転を、い、東洋かつ多大まで乗り入れる。車両は3車とも20メートル級車両重量編成で、統一されている。東西線は、東京メトロ副都心線以外の全ての東京の、地下鉄路線との接続駅を持つ。 また、大手町駅で、東京駅を発着する JR の新幹線や、東海道本線、上野東京ライン、東北本線、高崎線、常磐線、山手線、中央線快速などと接続しているほか、山手線とは、高田の馬場駅、中央線快速とは加えて、中野駅、さらに中央、総武線、各駅停車とは、中野駅、西船橋駅だけでなく、 飯田橋駅でも接続していい。加えて、東京都に乗り入れる大手私鉄各線とは一部例外を除き一度の乗り換えでアクセスが可能となっている。南砂町から西船橋間の地上区間は東西線の大きな特色をなしている。地上区間を持つ日本国内の地下鉄路線は他にも多数存在し、また近年の直通運転の拡大により地上区間の走行距離が 近く管理も長くなる列車は珍しくなくなったが、自社線内だけで全線の半分弱を占める約 14km という長距離の地上区間を持つ地下鉄路線は東西線のみである。東西線はもともと JR 総武線のバイパスとしての役割を担って建設された。東西線開業によって総武線沿線から都心への所要時間は大幅に短縮され、 東西線沿線のみならず起点の西船橋沿の JR 線から中、長距離通勤客の流入で大変混雑するようになっている。さらに近年の線内利用者の増加に対応するため、以下の変化がもたらされた各々のの詳細については、辞書以降で詳述している。その他、平均乗車距離の長さ、朝と昼の混雑率の差、定期券利用客率の高さのいずれもが、 東京メトロの路線ではトップクラスにある。都心部を走る地下鉄でありながら郊外へ伸びる通勤路線の一つとしての側面もある。線形が良い地上区間は軌道改良も行われており、現在では6 0ラムのレールが採用されている。これは JR 線では新幹線や主要幹線クラスに採用されるレールであり、一般的には5 0ラムが主流。 大量高密度輸送と高速運転を支えるようとなっている。A 線、西船橋方面行きを基準とすると、南砂町を出た列車は35パーミルの勾配を登って地上に出て、左にカーブしながら一気に高架へ駆け上がる。左右のマンションや工場などの建造物群を抜けると、荒川中川橋梁という長いトラス橋を渡る。なお、 東京地下鉄で荒川を横断する路線は東西線と千代田線だけである。橋の右隣、下流側には新佐大橋という歩道を備えた道路橋が架かる。また橋を渡る最中、西船橋方面行き、A 線の列車の右手には火災臨海公園の大観覧車を中野方面行き、B 線の列車は東京スカイツリー、青天寺には富士山を見ることができる。 首都高速中央環状線をくぐった後に橋を渡り終え直線で進み西火災となる。南砂町から西火災までは東京地下鉄で最も駅間距離が長い区間 2.7km である。西火災を出ると途中に左カーブを挟みつつマンション群の中を直線で進み変電所の脇を通ると地下鉄博物館もよりの火災となる。駅は 中央2線を通過線とする東海道新幹線、静岡駅や東北新幹線、宇都宮駅のような構内を持ち、快速の通過待ちが行われている。火災を出ると、徐々に一軒家が目立ち始める中を直線で進み、左カーブの後旧江戸川を鉄橋で越え、東京都から千葉県に入る。右手、下流側には、東京ディズニーリゾートを、左手、上流側には、 浦安橋と妙見島を見ることができる。その後再び左にカーブし、浦安に入る。浦安を出ると再び左カーブがあり、その後、妙天手前まで長い直線となる。この直線区間には途中南行徳と行徳があり、左カーブの後は二駅を見通すことができる。列車は一軒家とマンションが混在する中を直線で進み妙天に至る。 明天は二面四線のホームと深川検尺、行徳分室への連絡線を持ち、火災と同じく快速の通過待ちが行われている。明天を出ると、深川検尺、行徳分室への連絡線を乗り越え、B 線との間隔が元に戻ると同時に江戸川を走で、渡り、東京外環自動車道と国道二百九十八号を越える。その後勾配を下った後左にカーブして、 原木中山となる。原木中山は、火災と同じ廃線を持つ。原木中山を出ると、京陽道路を乗り越えて右カーブとなり、林立するマンションや住宅地の中を抜け、迫ってくる、総武本線の線路を左手に見ながら、徐々に地平に降りて、西船橋となる。現在の東西線の原型となる計画は、1917年、大正6年に内務省に設置された、 東京市内外交通調査委員会の答申で、示されたうちの一つで、池袋高田の馬場井田橋大手町須崎、としていた。1920年、大正9年には、東京鉄道に特許がカ付されたが、1923年、大正12年の関東大震災の後に、他の路線と共に工事未着手を理由に特許が抹消され、1925年、大正14年に、 東京市が特許を取得したもののこちらも建設には至らぬまま1941年昭和16年に発足した低都高速度交通営団へと引き継がれた。一方、東洋町西船橋に相当する区間には戦前に東京製芝電機鉄道による免許申請がなされ1927年昭和2年に交付されていた起点の東洋町は 東平井都市的際、船橋市内は中山を経由が1940年昭和15年に執行となった。1946年昭和21年1月より、戦災復興院での復興計画案の一つとして地下鉄建設を計画。12月に東京復興都市計画鉄道として五路線を告示した。このうちの五号線が、 中野高田のばば水道橋大手町東洋町とされた。その後、1957年、昭和32年の都市交通審議会において、現在の路線と同じ、中野高田のばば飯田橋大手町かや町、東洋町となった。1962年、昭和37年の都市交通審議会等審第6号において、 東京古房線は中野方面より高田の馬場、飯田橋、大手町、茅場町及び東洋町の各方面を経て船橋方面へ向かう路線として示された。1964年昭和39年には、京一を浦安、行徳都市、西船橋で総武線と接続するよう等が改定された。 その後、1968年、昭和43年の東進第10号では、西船橋伊東について、東武鉄道の打線方面に至る路線とされたが、1972年、昭和47年の東進第15号にて、終点が、勝田台に改められた。このうち、中野西船橋間は、東西線として、順次開業した。西船橋東洋勝田台間は、 東洋高速鉄道として開業している。なお、東洋町、西船橋間の建設にあたり、成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律、成田財特法による補助金のかさ上げの適用を受けている。以下の路線と相互直通運転を行っている。本節の解説では、区間の区別のため、中野駅に高い機関を中央線、 西船橋駅津田沼駅間を総武線と記述する。列車番号の末尾アルファベットは、東京地下鉄保有車両が S、JR 東日本保有車両が K、東洋高速鉄道保有車両は T となっている。ただし、搭載している保安装置の関係上、JR 東日本保有車両は東洋高速線。 東洋高速鉄道保有車両は JR 線への乗り入れを行うことができない。そのため、三鷹駅東洋勝田台駅を直通する列車はメトロ車に限定される。また、2016年、平成28年3月26日改正ダイヤでは、東京地下鉄保有車両の7本が東洋高速線内で、東洋高速鉄道保有車両の3本が東京地下鉄線内で、 それぞれ運用終了、夜間留置となる外泊運用が組まれている。平日のラッシュ時は、総武線、東西線中央線、津田沼駅、東西線経由三鷹駅間という運行も行われる。東西線経由の方が距離が短く、秋葉原、新宿経由よりも所要時間が短い。なお、両端の駅から同一会社の、それも同一の運転系統との直通という例は、 極めて稀である。この経路による通過連絡運輸の設定もある。総武線、東西線、総武線の順で、再び総武線に戻る運用もある。東京メトロ車両の 35S 運用は、東洋町執行で、朝ラッシュ時の総武線津田沼駅折り返しの後、三鷹車両センターで留置の地、夕方らュ時に再び津田沼駅に乗り入れる。 平日の朝夕の直通のみ、津田沼発三鷹駅と三鷹発津田沼駅には、中央、総武線お茶の水経由と東西線経由の列車がある。かつて、高田の馬場駅から西武新宿線への総合、直通運転が東西線建設前に検討されたこともあったが、実現しなかった。その後、西武新宿線内から東西線、高田の馬場駅に連絡線を新設。 相互乗り入れすることについて、西武鉄道と東京地下鉄が協議を始めることで2005年に合意した。2007年以降に、都市鉄道等利便増進法対象プロジェクトか、後期7年での建設を目指している。ただし、この計画は、まだ正式決定ではないため、公式発表も今のところ出されていない。なお、2010年3月時点では、西武鉄道、 東京メトロ両事業者とも乗り入れ計画はないとしている。東西線では以下の種別の列車が運転されている。停車駅は駅一覧を参照。日本では河川終電の地下鉄として初の速達列車である。東西線は JR 東日本、当時は旧国鉄中央、総武線、各駅停車の混雑緩和を目的に建設され、 乗客の移行を促すために、地上区間である、東洋駅西船橋駅間の途中駅、通過駅の内南砂町駅は、地下駅を通過する快速を搭乗させた。東洋町駅西船橋駅間で、速達運転を行い、中野駅東洋町駅間は各駅に停車する。また、直通運転する路線内では各駅に停車する。全列車が、運行区間に、 東西線全区間を含んでおり、東西線の途中駅で折り返す、快速列車は設定されていない。また、西船橋駅発着の列車も数少ない。なお、地上区間での認可最高速度は時速 100km で、これは地下鉄としては日本初、かつ現在も日本最速である。車両の設計最高速度は110時速 120km で、 日中は中野駅東洋かつたら駅間で1時間に4本15分間隔で運転されている。このためこの時間帯の運用は東京メトロ車と東洋高速車に限られる。また日中の時間帯の東洋高速線はすべて快速となっているため東洋高速線内の各駅から東西線の快速通過駅を利用する場合は西船橋駅または 浦安駅で各駅停車に乗り換える必要がある。また、平日朝、夕方以降については、東西線内のみ、運転の快速や中央、総武線、各駅停車直通の三鷹駅、津田沼駅発着の快速も運転されており、この場合は JR 車も運用されている。土休日は、東洋高速線区間中央線区間にのみ、乗り入れる、総武線区間には、乗り入れず、 西船橋駅三鷹駅間の設定もないため、JR 車の三鷹駅直通運用はなく、東京メトロ車のみ、三鷹駅まで直通する。なお、平日夕方と、と休日朝において、西船橋駅、中野駅間の JR 車運用が少ないながら、設定されている。津田沼直通運転時間帯は、通勤快速とともに、津田沼直通列車が優先される。 基本的に昼間帯は、火災駅で先を走る、各駅停車を追い抜くが、朝、夕の一部は、原木中山駅、妙天駅でも追い抜きを行っている。かつては、各駅停車の追い抜きは最高で2本までだったが、2017年3月の改正で、中野初津田沼行の1本のみ、火災駅、妙天駅、原木中山駅の3駅で、各駅停車を追い抜く快速が設定された。 列車種別は基本的に赤色で表記される。1969年に東西線で快速列車が導入された際には停車パターンによって以下の3種類の故障で区別された。ただしこれは内部の故障とされ公式には用いられていなかった。1996年のダイヤ改正で A 快速が廃止され B 快速が快速 C 快速が 通勤快速として、正式に列車種別を分離した。平日朝、採用、中野方面のみの運転で、西船橋駅、浦安駅間で、速達運転を行い、浦安駅、中野駅間は各駅に停車する。また、直通運転する、路線内では各駅に停車する。快速と同様に、全列車が運行区間に、 東西線全区間を含んでおり、東西線の途中駅で折り返す列車は設定されていない。1986年昭和61年11月1日に快速の停車パターンの一つ、浦安駅から各駅に停車の快速として登場したが、1996年平成8年3月16日より通勤快速という名称になる。 C 快速時代には専用の種別幕はなく、始発駅から南行徳駅を通過するまで快速、南行徳駅裏安駅間を走行中に各駅停車、種別無表示に変更していた。前日の通り、2007年以降はダイヤ改正の度に運転時間帯が拡大しており、2007年3月19日から平日朝の再混雑時間帯に運行されていた。 快速がすべて通勤快速に変更され、2009年3月16日からは、西船橋発朝6時半9時までのすべての速達列車が通勤快速となった。中野方面行き快速と同様、通過駅がなくなる浦安駅、中野駅間では、車両の表示は e 2 3 1系と0 7系以外の車両は、浦安駅到着時点で各駅停車表示となる。 車両や駅によっては、通り、回と略して表示される。通勤快速を英語で表記する際、その表現方法は統一されておらず、コミューターラピット、コミューティションラピット、ラピッドコミューター、コム、ラピッド、と、車両や駅ごとに異なる。使用色も統一されていない。一部の時間帯を除き、快速一本、朝のみ二本、通り回含むに対して二本であり、 朝と夕方は三から五分間隔。日中は1五から八分間隔で運行されている。日中は一時間に八本のうち四本が中央線に乗り入れて、三鷹駅西船橋駅間で運転。残りの四本が中野駅西船橋駅間での運転となる。ラッシュ時には東洋高速線や総武線津田沼駅発着の列車も運行されるほか、九段下駅、東洋町駅。 妙天駅発着の列車もある。日中は快速に抜かれない列車も、ある反面、夕方に一本、加西と、原木中山の二駅で快速に抜かれる列車もある。該当列車は、A1899S、中野発東洋勝田大駅である。東西線だけでなく、東洋高速線でも、速達運転を行う種別で、東洋町駅東洋勝田大駅間で、 速達運転を行っていた。東西線内の停車駅は快速と同じ。廃止時点では平日の夕方に東洋かつ多だ駅のみ運行されていた。車両や駅によっては、東海と略して表示されていた。使用色、英語表示、トヨラピット、トヨラップも車両や駅ごとに異なっていた。2014年。 平成26年3月15日のダイヤ改正で廃止され、快速に変更された。東西線の女性専用車は2006年11月20日に乗り入れ先の総武尖閣駅停車及び東洋高速鉄道線と同時に導入された。平日午前6時57分以降に西船橋駅を発車する列車並びに 途中の妙展駅始発を含めて、進行方向最前部車両である10号車が、女性専用車となる。実施区間は、東洋勝田台駅、津田沼駅西船橋大手町駅までであり、大手町駅到着、またはくじをもって、女性専用の取扱いを終了する。小児と体の不自由な客及び介護者、保護者も、性別不当で乗車可能である。非常時やダイヤが、 大幅に乱れた場合などには、女性専用車の実施を中止する。設定当初は、終着の中野駅まで女性専用車が設定されていたが、大手町駅での流動が影響したこともあり、導入して、わずか1週間強に当たる2006年11月29日に、設定区間を大手町駅までに短縮した。女性専用車が導入されている東京メトロの他路線においても、 いわゆる菊な問題と同様のケースが生じているが、設定内容の変更などの対策は行われていない。開業当初東西線で使用していた ATC は、地上信号式 WS で原則として運転士が手動で制度をかける方式である。原則信号 YG 時速 65km 注意信号 Y 時速 40km 警戒信号 有時速2 5トルの速度制限がかかる東西線建設士による通常の閉塞信号でも信号源時 G することがない信号機が多数存在した原則信号は地上区間を中心に採用されていた列車通過後の信号源時変化で YG 源時などが連続して表示される信号機もあった東京地下鉄では日比谷線もこの方式であったが 両線とも、現在車内信号式、CS に変更されている。ATC 更新工事により、05系のうち車内、信号非対応で登場した車両には改造工事が行われた。また5000系と東洋線型は共に老朽化が進んでいることから新 ATC 対応化わせずに、東洋線型は2006年12月4日に、5000系も翌2007年3月17日に、 それぞれ全車両が引退した。さらに2006年11月より、有楽町線から転属している 07K4 編成にも、東西線の保安装置への改造が行われている。2006年10月中旬から2007年2月中旬頃までの終電後の夜間に、信号システム更新のための試運転が行われた。これにより首都圏で現在車内信号式を採用していない地下鉄は、 都営地下鉄浅草線のみとなった直通先の東洋高速線は w s a t c を使用しており直通車は w s a t c が搭載されているさらに東洋町西船橋間の各停車駅では停車予告音が採用されておりブレーキをかけても停車するまで連続してなる東京メトロで停車予告音を使用しているのはこの区間のみである どの列車がどの会社所属の車両で運用されるかは列車番号で判別できる。現在、列車番号末尾アルファベットの S が東京メトロ車両、T が東洋高速車両、K が JR 車両となっている。列車番号はマイライン、東京時刻表、交通新聞社などにより確認ができる。快速、通勤快速は S のアルファベットが付与されているが、 東京メトロ車両による快速列車の場合、SR という表示になる JR 線へ直通する列車には、津田沼駅、三鷹駅発着問わず、S のアルファットは付与されていない。2014年度の1日平均輸送人員は136万5千人であり、日本の地下鉄では最も輸送人員が多い。平日朝ラッシュ時、中野方面の混雑は日本国内で、 ワーストクラスとなっており、慢性的遅延が発生している。東西線の朝ラッシュ時混雑率は、JR、私鉄も含めた、首都圏の鉄道路線でもワーストクラスである。2017年度の朝ラッシュ時の再混雑区間は、B 線、木場門前中町間であり、ピーク時、7時50分、8時50分の混雑率は199%で、ある。 2017年より、東京地下鉄 HP に公開された朝ラッシュ時間帯の混雑状況についてでは、木場駅を7時50分8時10分頃に発車する列車が最も混雑する。車両中央部に当たる4号車と5号車は他の車両と比較すると空いている。1981年度から朝ラッシュ時の B 線は、 毎時27本の高頻度運転がなされているが、これ以上の輸送力増強は困難である。1989年に都営地下鉄新宿線が1990年に京葉線が東路線と並行する形で開業したことにより、1989年度に混雑率が200%程度まで緩和された。しかし、その後は、 輸送人員と混雑率が20年以上にわたって横ばい傾向となり、1999年度以降は東京の地下鉄で最も混雑する路線だった。快速通過駅である火災駅と西火災駅は、だ路線と接続しない単独駅でありながら1日平均乗降人員が10万人を超えており、朝ラッシュ時に限り運転される通勤快速は、 これらの駅にも停車することで、混雑の平準化を図っている。2007年度の1日平均通過人員は、門前、中町木場間が655,312人で、最も多く、茅場町門前中町間が655,307人で、これに匹敵する。東京メトロ全線で1日平均通過人員が60万人を超える区間を有する路線は、 道路線のみである。これらの区間をピークに、両端の区間に進むにつれて、通過人員が減少する。西船橋方面は緩やかに減少し、原木中山西船橋間が272,588人である。一方、中野方面は、日本橋駅、大手町駅、高田の馬場駅で通過人員が一気に減少し、これらの3駅は前後の区間で、 通過人員が10万人以上減少する。高田の馬場は聖田間が30万10人であるが、落合高田の馬場間が14万8320人と半分程度に減少し、中野落合間が13万2742人で最も少ない。近年の輸送実績を過表に記す。今中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。こうした状況を受けて、2007年3月18日のダイヤ改正より朝ラッシュのピーク時間帯、西船橋発6時56分8時15分の快速が全列車、通勤快速に変更された。これにより該当時間の全列車が浦安い正確駅停車となり、 この時間帯の浦安東洋長官の所要時間は、快速が8分、通勤快速と、快速退避のない確定が11分、快速退避のある確定が13分であったが、全列車11分に統一された。この結果、確定への乗客の集中が緩和され、混雑の平準化が図られた。なお、対象の時間帯はもともとほとんどが、通勤快速で、快速は、 東洋快速一本のみであった。なお、同じくラッシュ時の混雑で遅延が状態化していた東急田園都市線でも、急行、二子玉川渋谷間の途中停車駅は三軒茶屋のみを、準急、二子玉川伊東角駅停車に変更するダイヤ改正2007年4月に行われたが、こちらは、優等列車、急行の混雑が激しかったものを平準化するためで、あり。 東西線とは逆の理由である。東西線、田園都市線ともダイヤ改正が功を奏して、各列車の混雑率が平準化されたため、両者とも、翌2008年3月に再びダイヤ改正を行い、東西線の通勤快速及び、田園都市線の準急の運行時間帯が広むされた。さらに東西線では2009年3月のダイヤ改正で、通勤快速の運転時間帯が、 さらに拡大し、朝の時間帯の中の方面域の優等列車はすべて、通勤快速に統一された。東西線では、混雑緩和、自作通勤を促進するため、以下のようなキャンペーンが実施されてきた。実施期間が当期に限られていたのは、乗客が厚着することにより、ドアハサミの発生や乗降に時間がかかりやすく、夏季に比べ遅延することが多いからである。いわゆる、気膨れ。 2007年12月10日から2008年2月29日までの平日には東西線早起き通勤キャンペーンが実施された。対象区間は東洋町浦安間で期間中の朝の指定時間帯内に同区間を含むパスもまたはシーカ通勤定期券、通学定期券は対象外で対象区間内の駅に置かれた専用端末にタッチすると1日1回の 早起き通勤回数がカウントされ、20回以上の利用者に先着で、三菱 UFJ ニコスギフトカード1000円分、40回以上で2000円分が送られるというものである。このキャンペーンは、続編として、通勤定期券だけでなく、通学定期券も対象とした、東西線早起きキャンペーンとして2008年12月1日から2009年2月27日までの、 平日にも実施された。この年から対象が、原木中山門前中長官のいずれかの駅からの乗車で、南砂町かやば長官のいずれかを含むパスも、または、追加定期券となり、時間帯によってカウントされる早起き通勤回数が、変わる前半30分は3カウント、後半30分は1カウントように、商品が送られるカウント数が50以上に変更され、 商品も通勤者向きに東京メトロツーミーカードのメトロポイント、通学者向きにオリジナルグッズが追加された。2009年12月1日から2010年2月26日までの平日にも同様のキャンペーンが実施された。このキャンペーンでは通勤者向けの商品が東京メトロツーミーカードのメトロポイントと三菱 UFJ ニコギフトカード、 通学者向けの商品が文具セットとなった。また、50カウント未満でも20カウント以上を記録した利用者すべてに粗品がプレゼントされるようになった。2010年12月1日から2011年2月28日までの平日にも同様のキャンペーンが実施されるが、実施区間が西船橋門前中町間に拡大され、JR 総武線や JR 武蔵野線から 東西線へ乗り換える乗客も参加安くなった。東西線早起きキャンペーンは以後も実施されており、2013年度から実施区間に東洋高速線が追加され、定期券以外の交通系 IC カードでも参加可能になり、2015年には初めて4月から7月までの期間にも実施された。2017年9月25日からは土休日、 年末年始を除く通年実施となっている。英画時代の1991年に05系ワイドドア車を導入したが5編成の投入に止まった。東京メトロは2009年度の事業計画の中で東西線の混雑緩和策としてオールワイドドア車重量編成の1万5000系を導入しラッシュ時間帯の列車に割り当てる方針を明らかにした。 1 5 0 0 0系は2010年から投入が開始され、同年5月7日から営業運転を開始した。そして、2011年度までに13編成130両が投入された。なお、同様に混雑が状態化していた東急田園都市線ではこれに先んじて対策を打ち、2009年4月から朝ラッシュ時の休行。 準急に使用される5000系の6ドア車を重量編成中2両から3両に増加させいる。東京メトロは2011年度事業計画の中で、常実のワイドドア車両再投入を含め、本格的に混雑緩和を行うため、ホームの拡幅や延伸、新たな線路やホームを増設することを明らかにした。具体的な計画は以下のものが挙げられている。その後、 2013年12月2日のダイヤ改正で終電の運転区間を延長し最終の東洋町業が明天業に変更となった2015年度事業計画の中で前期の計画に加え2019年度を目途に球団支待機の折り返し線を改良し A 線と平面交差せずに B 線の列車が折り返しできるよう工事を行うことを明らかにしたまた 東京メトロが2016年3月28日に発表した2016年度から2018年度までの3年間の中期経営計画東京メトロプラン2018安心の提供と成長への挑戦の中では2016年度にワイドドア車両が3編成増備されることが発表された。なお、この時点では既存の1万5000系の増備となるのか また新形式での導入となるのか、詳しいことは公表されていなかったが、2017年1月13日から15日にかけて1万5000系の造備車となる第14編成が公衆輸送されている。2015年5月から6月にかけて従来のブザーに変わり向き、谷実る作曲、編曲の発車メロディを導入、JR 管轄の中野駅を除く、下段下駅、 日本橋駅を除く各駅では、A 線、西船橋方面で、A d インザメトロ、B 線、中野方面で、ビヨンドザメトロポリスを採用。急断し下駅では、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で遥かなる思いを、日本橋駅では民謡、お江戸日本橋を採用した。各駅のメロディはすべて異なり、原曲を持つ急断し下駅、日本橋駅を含め、 進行方向につなぐと一つの曲になるような編曲がされている。また、これに伴い音楽館より、東京メトロ東西線発車メロディコレクションが発売された。さらに、これとは別に2018年11月26日からは、株式会社スイッチ制作の車上メロディが導入された。曲名は、A 線がスカイブルー、B 線はアゲハチのワルツである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。